ちゃに言わんとあかんなと思ったことがあって、はい、インテレクインテレクチュアルダークウェブってこの間あの闇について語りますかそうそうそうそれの話をしようっつって IDW あの噛んだし聞いたことありました、はい、<laughs> ダークウェブは知ってますけどインテレクチュアル、うん、ダークウェブってあれですよね本当に 深いとところにパスワードとかかかっててそう。潜っていったら、なんかそ怪しい情報とかってやつ,やつ。毎回闇サイトみたいなやつですはいはいはい。それとは全然関係ないんですよ、インテレクチュアルダークウェーブって。あ、そうなんだ。そ。知らないっすね。なんかアメリカにはインテレクチュアルダークウェーブというムーブメントがいつ頃からかあったみたいなんですよね。アメリカというか世界中 で、そのムーブメントに。もてなしも乗ろうと。乗ってないよ <laughs>、うん、乗ってないけど、日本人はもう完全に無意識というか無知というか。でそんなのあったのみたいな。あった、あったのみたいな感じやけど、でも日本人がそういった、この、インテレクチャルダークウェーブっていうものに対して、全く無関係かっていうと無関係ではなく、知らず知らずのうちに、 ハマり込んでた可能性もあって、ちょっとゾッとした。ゾッとしたじゃあ、この IDW というものに対して、はい。じゃあ、イン、えっと、IDW、インテレクチュアルダークウェーブっていうのは、ネットに存在する言論人、ダークな人たち、ダークな言論人なんですよ。右でも左でもないと。我々はダークなんだいろんな人がいる、ポッドキャスト、YouTuber、Twitter、Facebook。 いろいろな SNS の中に IDW の人たちはいると。うん、で共通定義もない。<laughs> 曖昧なネットワークだけど1個の共通点があると。うん、IDW の唯一の共通点は何かというと、うん、ポリコレの強烈な嫌悪感と過激、うんうん、エビデンスの重視、うん、この2つを主張して、うん、その最新の言論にめちゃくちゃ嫌味を言いまくるっていう。はい <laughs> で、この共通アカデミズムっていうのは、はいはい、もう全くそういうのないらしくて、なん、はい、からそのネットでが言うみたいなも、うん、その論文とかじゃねえって。うん、っていうかもうそんな論文とか出せないっていう人たち。てか自ら出さない。うん、で、その議論をめちゃくちゃ欧米ではでやってて、これ日本でいうネトウヨみたいなもんかなと思ったら全然違くて、うん、かなりその,その分野の 超一流の人たちも IDW に入ってるんですよ。入ってるっていうか、入っっかなってるって入ってるって言ったら、あの前の。よくないからね。<国>入ってるっていう。政治的傾向に共通性はないんですよ。別に。保守でもあり、民主党支持もいっぱい、<laughs> ジェンダーも、女性だったり、<laughs> LGBT。だけど、うん、めちゃくちゃポリコレが嫌いで科学的エビデンスを重視すると。うん、しかもその、そういう存在科。科学的っていうのを、どっちか言ったら悪用っすよね。 悪用なのか分からんけどね。まあ、知の、だからこの知の、インテレクチュアルダークウェーブっていうのは、その、知、知性ですよね。はい。知の闇サイトのダーク闇サイトってうことですね、ダークウェーブって。うん、ダークウェーブって名付け、ネーミングセンスが、あの、動く万里の長城みたいで、なんか面白い。うん、ちょっと面白いんですけど、ダークウェブ。で、Google の社員にもいたんですよ、その人が。うん。その記事によれば。で、その、ジェンダーの、 資金格差は女性が給料の安い職業を選んでるから女性は給料が安いんだみたいな。うん、これは科学的エビデンスに全く基づいてると。って言うんですよ、だから。そうそうそう。でも、ダイバーシティを推進する Google 社内は、うんうん、そんなことはないよって言ってこの人は首にするんですけど。<laughs> ことはないよ、首って。いや、だから、まあ、そういうね。よくありますよね、あの、え、放射能で誰が死んでんのみたいな。 そうそうそう。で、だから、死んだ人出してみてみたいなの。えだから、女性に役とか任したら、ててうん、え妊娠して休んだりするやんって。うん、しないのって。するよね。する人もいる、うん、しない人もいるけど、男性はそれがないよねって。間違いなくないって。うん、ずっと仕事すると。<え>妊娠しないから。だから、女性にそういうポストを用意するっていうのは、あの、本音で語ればないんじゃないって。本音だよ、これはって。みんな思ってるよ、みたいな。うん、そういうダークな感じのことを言うんですよ、この人たちは。 だから女性には何だっけガラスの天井だっけなんかそんなあったよねガラスの壁、この給料を自ら上げないようにするみたいな。役職上に。だからあれも科学的エビデンスに基づいてるみたいな。うん、そうそうそう。って言って、ちょっと、なんかポリコレ棒とかをボコボコにして、人気、人気みたいな、ちょっと。だから、本音で言うってスカってするやん、人って。でも本音なのかわかんないんだけど、それは。うん。本音っていうか、なんかみんな。逆張り的な、なんか。スカ。あれですよ、あの、ディオですよ。 そうディオブランド俺たちにできないことを平気で言うみたいな、うん、言いにくいことを平気で言うってそこにしびれる憧れるみたいな、うん、えそれってなんか証拠あるんですみたいなこと <laughs> え数値出てますよねみたいなことを平気で言うでその数値出てるっていうのが決して正しいことではなかったりとか自分に都合のいい数字だったりとかするんですけども、はい、でもその例えばモラルであるとか 倫理観みたいなものがあるじゃないですかとか、ポリ,はい、ポリティカルコレクトネスとかっていうような、政治的公平さとか、でそれが何に貢献するのをするんですかみたいな <laughs> そうそうそう。IDW は、その記事によると、社会的価値観、かっこ、例えば正義より、うん、真実、ファクト、合理といった科学的リアルを辛抱すると。この、こういうのがね、今、欧米では、揺るがす、やばい存在。 っってていうのが、うん、スティーーブンピンピカー問題でわかってそう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 ,そう単。物事を単純化していこう、<れ>単純化していこうっていう、あの、単純化ってすごいあのバイアスに引っかかりやすい危険な行為とされてるんですけども、近年。でも、はい、このダークウェブの人たちは、あえて単純化に突っ込んでいく人たちなんですよ。というのがね、あ、なるほどいるということなんですよ、神田さん。はい。わかりました、なんかいろいろ。でその そのインテレクティアルダークウェーブの有名人みたいなのもいくつかいるみたいで、で、日本で翻訳されてる本とかもあったりするんですよね。うん。ダークウェーブの入り口の本がありますね。うん。人が、なんていうか、近年、はまりやすい落とし穴というか、暗黒面ですよね。総称というか、こういう暗黒面になっちゃう人がいるから気をつけろよとか、そういう人が、なんかあの、 物事を単純化して人にうん、そうかもしれんなって思わせる言動を繰り広げてるから気をつけろよっていうような継承とか反発とか警戒心っていうのが海外ではあるみたいやったのに日本ではあこんなムーブメントだったんやっていうのを最近知って検索してもほとんど今のところ出てこないですもんね日本語サイトやったらねそうですね一部のとこしか出てこないしもう多分多くの人からしたらキョトンっていう感じなんでしょうけど うん、でも、日本で全くこういう言動がないかって言ったら、むしろあるから、すごい。うん、その人たちは、その、インテレクチャルダークウェーブとは言われてないけど、なんかいけすかない野郎だな、ぐらいで終わってるんですけど、もしかネトぶよとかって言って、でもあるなと思って。で、うんいい、いい分類が出てきたなっていう。でも、その、ダークウェーブって言い方妥当なのかどうか、英語詳しくないから分かんないんですけど、 かっこいいよねちょ。ダークウェーブって何よって。な <laughs> んでウェブなんよって。意外場合っても配信が3時間超えてることが一番ダークウェーブだよね、マジで。マ、うん、ダークウェーブ。モテラジが一番やばやばダークウェーブだと思ったよ。あの、1時間ぐらいかなと思ったのに、僕<も>配信。七、うん、時からやったよね。で、終わったらご飯食べてゲームでもいよと思ったら、うん、もう10時半だからね。ひどいね。<laughs> 欧米揺るがしすぎでしょ。そう、揺るがしすぎ。でもこのスティーブン・ピンカー問題もざっと説明すると、 ああ、そうそうそう,そう。あの、なぜ、なぜ、その IDW について語ったかというと、うん、あの、スティーブン・ピンカーが、なんか、ツイッターで話題になってて、うん、なんか、除名なんかあったよね、除名なのか。なんか,なんか、フォーー。あの、よくわかんないんだけど、海外の。そう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 。とにかく役職外すみたいな、学会の。そうそうそ,うそんな感じだよね。学会っていうか、どっかの、どっかの研究機関かな。のフェローかなんかやったのかな。うん、から、 外す署名運動をしようみたいな、うん、<laughs> こいつやべえからって言ったその問題のツイートが、うん、その黒人最近のねアメリカで問題になってる運動の件ですよね、うん、そう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 、うん、そう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 とそうそ、あのー、うそ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 うあうそ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  人種差別とかマイノリティの差別っていうのを是正していこうみたいな。で、その時に、あの、暴力の人類史のスティーブン・ピンカーがツイッターで、警察は黒人を、多くは売ってないと。あの、問題なんは、警官の、黒人の差別意識じゃなくて、警官の発砲回数が多すぎるってことだっていう。そのデータ上は、警官は、あの、黒人だろうが白人だろうがどんな人種だろうが、 売ってると引き金の引くのは人種差別心じゃなくて、警察のその、警察、アメリカの警察機構の問題があるんじゃないのかっていうことを、ツイッターで言ったのね。うん。そしたら、あの、一部の人からむちゃくちゃ叩かれてしまったっていう。いや、俺でも叩きたい。<laughs> でも、このデータ自体はあるんですよ。お<う>だから、スティーブン・ピンクはね、言ってる、言ってるその理屈はすげえわかんのね。 うん、まあ確かにその警察が黒人を差別してるっていうこと自体はあんのかもしれへんけど発砲の直接の原因かどうかは分かんないっていうのは確かにそうやなっていうただよこの,、はい、このタイミングで言うとあの顔真っ赤になるじゃないですか顔真っ赤になりますよ、うん、普通わざわざこのタイミングで言うってことはピンカー生きろうとしたなって <laughs> まあ生きろうとした気持ちはすごい。 多少あるとは思うんですけどただ、うん、ピンカーの本文って、うん、まあ100年単位とか1000円単位でも近年やったら50年単位とかなのかもしれへんけど、まあ、何しか大きなスパンの,あの歴史的進化の話が多いじゃないですかそうねだから目の前のことにはあんまりそぐわないのねでピンカーのデータの見方って、ねうん、そう大まかなデータの見方の話してるわけやから はい、人々はあの目の前で黒人が撃たれたっていうことに対してショックを受けてるわけじゃないですか。でも、全体の数字はって言われたらそれは衝突するわなって。そう,そうそうそう。だって、あの、貧困今めちゃくちゃ少ないからねってピンカーめっちゃ言うからね。そうそうそう。でもそれって目の前であの、植えてる人に対して何の救いもないじゃないですか。<laughs> うん。で、それ助けようって言ってるときに、 いやいや、ちょっと待てよ。あの去年より貧困率は改善してるんだよって言ったら。ニコって。ニコ <laughs> って言ったら <laughs>。いや、それはそうかもしれへんけど、<laughs> 今言うなよ、みたいな。<laughs> それで燃えて。で、でこれはまあいいのよ <laughs>。いいのいやいや、まあ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 、いいとしようよ。ピンカーにはあれ。<ん>他の人も、他のあのー、その言論人とかもピンカーのフォローした人がすごいいるみたいで <laughs>。 あの気,気に食わなかったのはわかるけど、うん、除名とかそういうのやめろよみたいな、除名運動とか。で、その時に、うん、スティーブン・ピンカーっていうのは、この、うん、IDW とかの、うん、一緒だろ、こんなのっていうやつが。そうそうそう、一員側だろ、だって。ピンカーも IDW って言われたら、なんかピンカーが言ってることって IDW っぽいなと思って、俺も。でもねこれピンカー ピンカーと IDW 的なやつの決定的違いははいピンカーは黒人差別をしていこうっていう側じゃなくてあのなくなったらいいねっていう側じゃないですかでもダークウェブの場合はいや別に関係ないでしょっていうそうなのいやそうそうそう,そうダークウェブってだから科学的エビデンスと真実しか興味ないからうんピンカーが出したデータに納得って感じやんピンカーの出したデータを 悪用すする側ですよつまりあのピンカーは今そんなって無理やり吹き上がってるけど、うん、あの警官の,その発砲っていうのは差別には直接関係なくて、うん、日々差別,運動あの差別意識っていうのはなくなってってるから、うん、今そんな無気になって吹き上がらなくても、うん、良くないもうちょっと落ち着いてデータ見ましょうよみたいなぐらいの話で、うん、空気読まないのは空気読まないけど うん、その流れに対しては別にあのはっきり否定をしてるわけじゃないし、目の前の運動をすんなとは言ってないわけですよ。はい、でもダークウェーブの人は、いや、そんなんなくても人類は勝手に改善していくでしょうみたいな、ここがその微妙なところなんで、多分同じだろうみたいな、あの大雑把にまとめちゃう人は、いやー、同じっぽく聞こえるよな、<laughs> 福島の原発で人死んでないっていうかな、ピンカーは。 でもねこれ,これ,れだからデータで誰も死んでないでしょってあのこれもね難しい問題なんですよあの目を荒くしたら、うん、そうなんですよねだか,らだからそうなってくると、うん、警官の発砲率も実は荒いデータなんじゃみたいなあまあまあまあ、まあ、このデータの発砲率も荒いデータかもしれないよただ ピンカーはあの暴力の人類史を読んでもらったら分かると思うけど、はい、暴力をなくすっていう意識っていうのは常に必要なんだっていう立場じゃないですか。そうそうそう。だけど、だから、あのー、長い目で見てるはや、すごく。そう,そうそうそう、長い目で見て,見て、だから人類史だ,だから今の、今の、だから暴力の人類史とか21世紀のゲームを読めば、<laughs> うん、いや、良くなっていってるからって、だからこれ猫を頭突きで潰す遊びとか。そうそう,そう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 。 そういうのよくないやんとかって、あと、喧嘩で、喧嘩ふられた相手殺すまで行けやっていう時代とか、うんうん、そういうのすげえ悪いっていう何を。何を大切にして、何を、あの、ねあの、向きになってやらなくてもいいとかっていうのの指針っていうか、だから、過去に帰ろうとする運動がどれほど危険かっていうことを提唱してる人じゃないですか。 はい。だからピンカーが沖縄の米軍基地のとこ、うん、データとかでやると、うん、大丈夫ですよ。なくなっていってますよって言うのよ。そしたら沖縄の米軍基地ので怒るよね、沖縄の人たちは。この人何言ってんのみたいな。そう、今それ、ね、大丈夫。でも、でも、いずれなくなる可能性はあると。なくなっていってるって。っていう側は、かピンカーのデータが、だからツイッター向いてないな。そう、向いてない、向いてない、<laughs> 向いてない。向いてない、百四十140字ではちょっと無理。無理、うん だから太い本書いてるんだけどね。うん、そうそうそう,そう無理、無理やし、あの、原発の話だって、一瞬僕はイラッとしたんですよ。や、するよ。するっていうか、だから、あの、ピンか、ここの、ここの、あの、事象についての専門家ではないじゃないですか。はい。原発問題の専門家じゃないじゃないですか。うん、だから、大まかなデータ見て、あの、ああ、意外に放射能事故って近年は、だからその、チェルノブイリから、 20年ぐらい経ってあの年、30年か。で、福島の事故が起きて、20数年。はいうん、で、今回に関してはかなりうまいこと抑え込んだから、人類ってやっぱり進歩してるんだって見るのは、うん、それは一面として正しいんですよね。お、そうなのうん、ただし、あの原発とかを反対してる僕からしても正しいと思う。めちゃくちゃなんかやばそうなんだど原発は。いや、でもやばいよ。やばいよね。<laughs> だから 拳銃の発砲事件って例えば年々確実に減ってるとするじゃないですか。拳銃の発砲事件が減ってるっていうことに対してはすごく評価したらいいと思うんですよ。うん、でも、拳銃でてっちゃんが目の前で撃たれることに対しては危険性下がってないじゃないですか。全く下がってないですね。<laughs> あの、1975年のてっちゃんより2020年のてっちゃんの方が拳銃に対して強いってことはないじゃないですか。夏でも弱いですね、拳銃に対しては。 あとブロックで殴られても弱いじゃないですか。うん。でもブロックで殴られること自体は減ってるじゃないですか。そう減ってるけど、うん、実際殴られたときにそれ言われたら。イラっとくるでしょ。イラっとこときてほしい、ピンカーに対して。<laughs> いや、これは珍しいよって。うん。だから、これってなかなか難しくて、で、大まかで目で見たら、今年かななんかあのー、小型、小型原子炉ができたっていうニュースがあったんですよね。 はい、そうなんですねえっとユニット式の原子炉ユニット式ユニット式とはだからでかいバッテリーのようなあの移動可能原子炉怖いあれ原子力水薦艦やんそうそう原子力潜水艦的な一つのなんていうかもうブロックの中に原子炉が組み込まれてて、うん、どこにでも持っていける原子炉っていうやつ だ海の中にも。持っていかないどこにでも。<laughs> すごく持っていかない同士の作ってくれたんです。<laughs> で、これのいいところは。いいところあるいや、すごいあるんですよ。はい。処理がすごい簡単やし、まあ、もちろん原子炉なんで、うん、ものすごいエネルギーの出力をするし、っていう良さはありますよね。うん、でも、大規模なその原子炉と違って、うん、かなり扱いが楽。楽だけど。 だから爆発した時やばいんじゃない安全性も極めて向上してるというそうなんか日本の原発も同じこと言ってたけどいやでもだからその日本で稼働してる古いタイプの原発よりも原発っていう感じじゃないですねだから本当に移動式エンジンみたいなもんですよねそれを発明して何をするんですか、うん、一体さまざまな用途考えられますよねそのピンポイントでエネルギーを提供できますよねさまざまなものにそうそうそう 今まではその大規模の原発みたいなのを作って、うん、そこを保守点検して、広域に電力を,電をまれい例えばガンダムみたいなもんか。あ、そうそうそう。だからガンダムみたいなのを動かすには核エネルギーが必要だと。でかいやつが。だ高出力の何かを動かすことができる、それがあれば。なるほど。あと、もし何かまずいことが起こっても、うん。施設じゃないんで。どこにわかんないけど、それは。うん。いや、それはまあ今後の話やん。ただ、あ,今後あの、 従来までの原子炉の運用よりも、うん、格段にそのフ,ィードフィードバックとかあって、進化してるっていうのは分かるじゃないですか。まあまあ、うん、そういうのなら。そうそう、それも問題があるかもしれんよ、それは今後使っていくってなった時に、うん、ただ、絶対に進歩してるわけじゃないですか、そ,ういうそっちの方が。はいはい、で、そういう小型のものであったら、もしかしたら失敗があっても取り返しがしやすいかもしれないとか、いろいろこう、やっぱり夢が広がるわけですよ。こういう原子炉だとありかもなって。 こういうことかっていうのが分かった。言わんとしてることは。だから、福島も進化してるよね、みたいな。でも、福島の事故に関しては、うん、そんなことよりも、後始末なんとかしろっていうことの方が先に来るじゃないですか。だからあの、今後の未来的にはあの、原子炉っていうの開発は止めるべきじゃないっていう話とはまた違うじゃないですか。だから、これ問題点が、原子炉の話だけで、とか原,原発事故の話だけで、 本何十冊でも書ける問題やから、うん、本の 1, 1, 1コーナーに書かれても、そら、揉め事っていうのは起きますよねって <laughs>、うん。まあ、そのピンカーが読んだデータも日本政府が改ざんしまくったデータかもしれんし。でそこ、そこまで細かい話には突っ込んでないので <laughs>、うん、大雑把なとこなんですよ。うん、要,要は、あの、でかい問題として、誰かは死んでませんねっていう話やから、うん、そら、 ミクロの話に突っ込んでったら、問題は山積みなんですよ <laughs>。例えば暴力が起きてないし、いじめっていうのは減ってるとしても、うん、例えば精神的に追い詰められる子供がクラスにいて自殺しましたみたいなとかってあるじゃないですか、探しはい。じゃあそこに対して、あの、例えば学校はいじめが30年前より減ってるから、うん、いい学校になってよかったですねって言ったら、今いじめられてる人に対してものすごい無神経やん。 だから、ピンカーが言ったことはそれですよね。そう,そうそうそう。だ,だからあ、現場の人には耳に届けないほうがいいですよねって <laughs> だから、原発とかに関しては僕らは現場の人なんで、日本っていうこの枠組みっていうことを考えたより現場ですよね。はい。イラッとくるんですけど、お前ら、お前、お前、日本のこの現状知らんやろみたいな <laughs>。うん。<ど>でも、ピンカーは、あの、大きな社会なんだよ。そう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 、歴史の話をしてるんで <laughs>。 そこで怒ってもしょうがないし、確かにその原子炉っていうのは、で別に今の,あの日本の原子炉とかを批判してる人によく言われるあの推進派の人のすっごい嫌な言説なんですけど、はい、原子力研究をこいつら止めようとしてるみたいな、うん、してないじゃないですか。してない,いやだから原発というシステムに対する批判をしてるわけで、僕らっていうのは。はい 原子力研究は別にその制御できる範囲やったらしたらいいっていうのが気持ちじゃないですかいや俺はもう日本では一切してほしくないよ原子力研究自体を止めろなんて一回も言ってないんですよ言ってない,い研究はしたらいいやんとだからその研究の結果が文人みたいなもんじゃないよじゃああれは研究じゃないから研究じゃないだからいきなり実践やから <laughs> <laughs> 実践か,ーだか研究とそのリスクを考えずにいきなり展開していきなりやるのが日本でしょでもそれは研究するなっていう話とは違うくて、うん、日本がバカなだけじゃないですかそう。だから政治やんそれ研究じゃなくて利権、うん、とか。でもそれだと大丈夫大丈夫今度は大丈夫になりそうで怖いところがあるよね。でもそれとこれとはまた違うくて学問とそれってあいつ 例えば日本人が包丁で人を殺したことがあるから、うんうん、日本人に刃物を持たすなみたいなのと一緒やん。あいつらに刃物は危険とか。うん。でも、ピンカーが出てきた待ってって、日本人は昔より刺さなくなったよっ。<laughs> そう、昔はあの、でっかい刃物持ってたでしょっていう。自分たちは腹も切ってたからね。<laughs> そ,うそうそうそう、腹も切ってたでしょ。あ、これですね。そうそう聞くとピンカーってイラッとしてくるな、どんどんこいつって。いや,いやいや、だからそのなんか。 バチいなな人がバチいないとこに来ると見解になるよね。今それ言うことみたいな。<laughs> まあまあまあ、そういう問題がアメリカで今、まあ現在進行系ですよね、きっと。なんかジロー食ってる時に、あの、カロリーを取ると早死にするんだよね、みたいなこと言われたら腹立歳じゃないですか。だからおじやん、それ。風俗で説教するおじさんさ、ピンカンも,も、やってることは。<laughs> <laughs> イッサーさん21世紀の刑馬でも人類の不断の努力があったおかげで今があるんだっていうことで何もしないで勝手に世の中良くなっていくとは言ってなかったよねまあそうですね本当に福島の旧型に比べれば原発も日々安全性が高まってるからそこを一切無視して原発反対では人類に未来がないみたいなそうそうあの原発一切否定してんじゃなくて、うん、日本人の考え 考えちょかアメリカに交わされた原発を動かしたら誰かが儲かるみたいな原発は一切お断りっていうことを言ってるんですよね、僕は。なるほど。原発研究は別にしたらいいよた。ただ、展開すんなって言ってるんですよ、見切り発射で。いや、でも研究したら展開したくなるでしょ、人は。そ,それはまた別の問題よね。まあね、学問はやるのは自由よ、そうそう確かに。学問は全然自由なんで。で、あのー、21世紀の啓蒙を読んだ時の、 正直な感想正直な感想は暴力の人類史を書いたことのまあなぞってることが多いから、うん、言ったのもっちゃりした感想もう一回大事なこと言いましたみたいな,な本じゃん21世紀のけ啓蒙って <laughs> ああだから暴力の人類史でもまだ不安がってるやつらがいるみたいなことでしょなんかもう一回丁寧に説明するみたいな,なんか大事なことだから3回言いましたみたいな本やん21世紀の啓蒙ってはいはいなんでその21世紀の啓蒙の方があのパンチ効いてますやん 猫を潰す話とか出てきたりとかして。あ暴力の人類史ね。あ暴力の人類史ね。で、21世紀の啓蒙の方は別にそんなセンセーションの内容なくて、うん、なんか丁寧にもう一回言い,言いましょうみたいな話で、うん、まあ言ったらもっちゃりしてるんですよ、内容が。うん。初めて読む人に対してパンチ力あんまりなくて、フックっていうのか、なんやろ、このおじさんみたいな本になってる嫌いがあって、うん。え、これやったら暴力の人類史読んだ人には十分伝わってるから、 うんで二ー一関の警護なんてわざわざ書いたいやまあ好きやから読むけどぐらいの感想をやって、うん、<laughs> なんでかなと思ったらその IDW、はい、運動が背景にあったっていうのを今知って、うん、あの本書いた動機が分かったんですよねなるほどで俺のことを IDW の創始者みたいな味方すんなっていうために書いたんよねマジそうそうそう IDW じゃねえぞ、俺はと。仲間じゃないからっていう。IDW はあの本読んでピンカ俺らの仲間だよなってますます思ったっていう。あ、違うみたいですね。あ違うみたいな。仲間だと思ってたのに裏切られたみたいな。なるほど。あ、だから暴力の人類史とかのあのデータ主義みたいなのを教科書にしてたみたい、IDW が。もう一回言うからっていうことらしい、21世紀の。ピンカ全方向に喧嘩打ってんな、あじゃあ。そうそうそう、お前、お前。結構エれーなんだね。<laughs> そう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 ,そう,そう,そうあの俺は <laughs> 俺はって俺は違うからって社会が良くなっていくことに対して、うん、あの勝手によくなるとかそういうことは言ってなくて今こそちゃんと正しいことを伝えたいから書いたし伝えていくっていうその啓蒙ってあの21世紀の啓蒙っていうタイトルじゃないですか啓蒙主義をもう一回見直そうみたいな内容あったでしょそう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 あの科学的知見に基づいてものを見る っていうのはみんなもそうなってると思ってたけど、やっぱり言わんとって。<laughs> うん、で、なんでその言わんとっていうのを言わんとあかんのかなと思ったら、IDW がいるからか。IDW のバッコとかを見て、不安になったみたい。<laughs> IDW 勢強いからね。で、だから、だからみんな、あの、周知の事実やと思ってるっていうことが、危険ことやったんてを だだけが競技だから強いよインターネットではでもその科学的科学的エビデンスが<っ>そもそも持ち方が歪んでたっていうだからダークだわけそうダークなわけよ暗黒面なのよ暗黒面だから強いわけよね暗黒面って単純やからそれ以外のやつって、ま、あの常に常に考察とかあの思考とかねあの解釈とかを とか問答がどんどん続いていくわけじゃないですか正しいことっていうのは複雑じゃないですか、はい、一概には言えんの連続じゃないですか、うん、それよりもほら黒は黒白は白っていうのは受けがいいじゃないですか